こです。アリアです。ユナです。ヒメカです。ピンクラテティピン始まるよ。イエーイイエーイ。はい、今日の企画はリモートにラメッコです。イエーイイエーイイエーイ。リモートににらめっこっていうのは、まず最初に姫アリ、その次にエコユナで対決して、勝った同士と負けた同士で対決をします。制限時間は30秒です。30秒。ではやっていきましょう。せーの、どうぞどうぞ。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。じゃあアリアと姫行くから。姫アリでまずは30秒。でもよいスタートとか誰かに言う。よいスタートこっちで言います。じゃあよいスタートこっちで言うそうです。はい。ねえねえ、なんで、え、一人で言うじゃないですか。アリアだけでいいかな。じゃあ、まあ、アリアだけでいいよ。いきますね。せーの、にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップップー。え、ヒューゴさん笑っている。笑っている。ヒミカさん、どっちも笑う。残り5秒。残り5秒です。終了。え、同点。ちょっと待ってください。ちょっと待って、喋るのありなんですか。え、でもヒメコさんって言っただけですよ。ありじゃない。え、笑ってますかみたいなこと言ってましたよね。アリア、イエーイイエーイ。ダメだこれ、見てなくても笑っちゃうわ。最初から笑ってた。うん、始まる前から笑っちゃう。じゃあ次はエコユナ、ユナさんリップを回して、はいはい、じゃあ次はエコユナで対決していきます。よーい、スタート。エコちゃん大丈夫そう。あ、勝った、勝った、やったー。ゆうかちゃんだよ。放送事故みたいな顔してるけど大丈夫かな。はい、やばい、ね、負けました、負けました、はい、やったー。待って、見えなかった。次は勝者同士、敗者同士の対決。あ、誰が勝つか。3位決定戦。ストップウォッチが、じゃあ飽きた。じゃあいきます。よーい、スタート。ちょっと鼻が、え、え、ちょっと待って、あ、エコちゃんとかめっちゃユナちゃんのこと見てて全然しないじゃんと思って。じゃあもう一回いきます。よーい、スタート。めっちゃシュール。その間にユナさんが髪を結んでいる。残り5秒。頑張って、終わり。チャン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 。引き分け、決着が引き分けです。あ、あれはどうするユナ。どうしますか。もう、あ、じゃあ変顔が面白かった方が勝者にしましょう。はい。そう、どっちも笑わなかったので、せーのでいきましょう。いいよ。せーの。なかなか。ちょっともうやだー。本当に
失礼しますか、ゆなさん。せーのであり。私、意外とエコさんの方見て笑っちゃいました。いや、あー、でもどっちも面白かったけど。どっちも面白かったの。エコさんの口の歪みが…んそう、顔歪みが…はい、エコちゃんです、翔さん。イエーイ、はい、おぉ、じゃあ続いて、翔さん、翔さん、ありゆな、はい、1位2位決定戦いきますよ。せーの、にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップップやっぱり5秒終了やばい、表情筋がやばい目、ね、やばい、もうどんどん固まってく、うん、いっぱいいろんな変化をした私ももう超変化を変えてた、絶対止まらなかったです、すごいですね、伝えてもらわなかったので、またエコさんとひめかさんに決めてもらいましょう。じゃあせーので、はい、せーの変化をやりましょう。いきます、せーの、ありがとうございます、ありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございます、フリーズ、フリーズ、もう大丈夫です、ありがとう、大丈夫ですか、エコちゃん爆笑やね、俺はね、固まっちゃったもん、変顔で、本当に変な顔のままね、すごい、私は、うんうん、やっぱりどっちもすごかったんですけど、破壊力が、世界力が、でも特にそのアリアちゃん目力がねすごいからうん、本当に変顔した時のその圧力、うん、圧力ね、ちょっと面白かったグイーみたいな、ひめかはなんか最初はどっちも面白くてこれは決めれないと思ったんですけど、アリアがフリーズしたせいでもうユナの顔忘れちゃう、わーフリーズいいな、フリーズめっちゃ面白かったってことで、1位アリアちゃんです、ありがとうございます、では1位アリアで、2位はゆなちゃん、で3位はエコちゃん、いや、で4位はひめかん、イエーイ、はい、ということでにらめっこ優勝したアリアちゃんには景品としてアリアちゃん変顔を披露していただきましょう。おお、3連発ぐらいいけませんか、3連発いきましょう、3連発いきましょう、なんかフリーズでしょ、すごい面白い顔でメイクフリーズしたんだ止まってるんだけど、じゃあいきますね、はい、スタート、1 1 2 この目の圧力、目の圧力スクショした、今スクショしたスクショした、しないでください、皆さんスクショ絶対しないでくださいね、これはもうはい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、どうだったゆなちゃん、黒歴史がすごい増えた動画だなって思いました、スクショしちゃいけない、黒歴史が、ひめかとゆなからしたら、まあ、これはなんかにらめっこじゃなくてにらめっこっていう企画ではなかったんですけどね、ね、ですけどね、
ということで、どういうことかわかります。てってべーす。てってべーす。はい、イエーイ。こんにちは、ありがとうございます。撮影中に姫香とユナがふざけてたらいつバレるのかという企画でした。イエーイ。なんでエコちゃんがなんか仕掛け人っぽい感じかわかんないです。どうだったみたいな。どうだった、うん、ありがちゃん。ちなみに気づきましたか、二人とも。え、なんかエコちゃん知ってたの？知らないよ。知らない知らない。なんか知った気がしてます。ターゲット知った気がしてる。え、全く気づかなかった。え、なんか、ね、マジ何でも思わなかった。じゃあ、ヒメカちゃん何やってましたか？え、なんかヒメカはなんかヒメカはなんか、あの、え、リモートの時はいつもこんな。そんなことないんだけど。うん、いや、なんかちょっとこんなことやってるなとは思った。いつもよりちょっとそわそわが多いなって。そうなんかちょっとそわってるなと思ったし、あと下パジャマ笑えるなって思って。うんうん。ひめかがやったことのネタバラシしますね。はい、と一番最初にしたことは、まあ、の優しいことなんですけど、ゴムがつきました。え、全然わかんない。これはもう全然わかんない。次はこのカスタネットをめっちゃ鳴らしてました。え、そう、私も気づかなかった。え、そのお気に入りの、あ、ストーリーにあげてたやつ。え、そうそうそう、そんなの見たよ。で、次はグミを食べました。ゆめかの一番好きなグミ。はい、あ、なんか食べてたね、二人とも。そうそうそう、ゆなちゃんめっちゃ喉乾くじゃんと思って、お腹が空いてんのかと思った。めっちゃ失礼な人々になってるけど、あの、ね、まだちょっとやりました。ごめんなさい、うんうん、本当に申し訳ないなと思ったから。え、それも見てない、それも見てない。それをもう顔にブシューってかけましたよ。マジで全然気づかなかった。、うん、あ、なんかかけてた。あ、本当気づいた。メイクキープスプレーでかけたの。別にね、本当国内なのに。これが、まあ、分かりやすいんだけど、あ、分かりにくいんだけど、ちょっと欲しいなたのが、ここにね、うん、これ、わかる？ほくろ、うん、途中で描いた。結構見てたよ、それずっと。嘘。え、本当。嘘。ほくろ描いてさ、変顔してる時にさ、全然見てないで、なんかほくろ描いてるからさ、何してるのかちょっと。その時は見てない。で、これが、まあ、結構ツインテールにしたのがいいか。あ、それも仕掛けてました。気づくかなと思ってんだけど、なんか一回突っ込まれて。ありがとうございます。これが一番多分気づかれてると思うけど、けん玉をしてました。え、やってた。やってた、けん玉してました。え、3回ぐらいしたけど1回しか乗らなかった。絶対気づかなかった。あ、ユナ全然気づいてない。ね、あれ仕掛け人のはずなのに気づかない。じゃあ次、ユナが知ったこと。ユナがしたことは、まず最初にこの、なんていうの、これをこの耳につけるやつをつけました。イヤカフ？ささってつけて、それをつけました。その後にジャラジャラの指輪をつけてました。おお、すごいいっぱい。だからすごいつけた後めっちゃこうやってやってた。こうやって気づくかなと思って。あれ、気づかない。気づかなかった、それは。え、その後に、ジュースを飲みましたね。それはめっちゃ良かった。それは気づかなかった。目立つからさ、そのボトルが。そう、うん、気づくかなと思って、その後がグミを食べました。え、美味しい。何でしょ、すごい飲み食いしてたから。美味しそうで、食べたいなと思ったんで食べてました。いや、これさ、もう気づいてほしくて、すっごい何個も食べてたの。申し訳ないかなと思いながら、もう早く気づかないかなと思って食べてた。うんうんうん、はい、で、それで、あとはリップをね、何回も塗り直してました。もう塗る必要ないよね、塗り直した。濃いよ、ずっと。ずっと濃いと思って、濃いのになってるから、どんどん濃くなってるみたいな感じでした。でも、リップはさ、塗りたいじゃん。塗りたいじゃん。なんか、どうした。だからで、途中でツインテにしました。ツインテに。これはめっちゃ良かった。これはね、気づくかなと思って、一回アリアちゃんにね、突っ込まれたんだけど、うんうん、気づくかなと思って、くっちゃった。はい、くっくりくっきりかけられていました。ちょっとね、なんか、なんか普通よりちょっと情緒不安定なのかなっていう感じに捉えたんだけど。
すごく気づきやすかった。なんか2人ともそうさ全然気づかなかった。いつ食べてたとか。けん玉は気づきたかったな。けん玉気づかれない。びっくりしたよ。絶対気づくと思ったから。絶対気づかなかった。これも気づかなかった。はい。これも気づかなかった。以上でリモートで撮影中にふざけてみたというドッキリでした。イエーイ。どうでしたか？申し訳なかったです。はい、ごめんなさい。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 この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン。よろしくお願いします。バイバーイ。なんですかね、こんなぐらいちょっと待って。姫がウインクとか投げキスとかもめっちゃしてたわ。そういえば、あ、嘘、全然知らなかった私。もう全然気づかなかった。うんうん、バイバーイ。バイバーイ。